第427条、通人の債権者または債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者または各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、または義務を負う。2人が共同で家を買ったとします。この時何の特約もない場合は、買い主はそれぞれ2000万円を頭数で割った債務を負担します。これが原則で、例えば負担する額を1500万円と500万円にすると決めることはできます。先ほど買った家を売却するとします。この時何の特約もなければ、売り主はそれぞれ2000万円を頭数で割った債権を得ることになります。割合を変えることができるのは債務の時と同様です。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。